8月13日に行われた WTT コンテンダーリオデジャネイロ男子シングルス決勝。16歳の松島菊がついに国際舞台でその才能を開花させた。予選を通過して本戦に登場すると、マルコス・フレータス、イサンス、そしてドイツのティモボルと並ぶ2大英雄の一人、ドミトリ・オフチャロフを撃破。圧巻の連勝劇を見せた。準決勝では、昨年の韓国 MVP、 チョスンミンとフルゲームの激戦の末に振り切って決勝へと駒を進めた。急激な才能開花となったこの大会。世界を手玉に取るように冷静に戦い抜いた16歳、松島菊がその無限のポテンシャルを発揮したポイントは一体どこにあったのか。文イコール元島修司写真イコール T リーグ、アフロスポーツ。スウェーデンのニューヒーロー、マティアス・ファルク。 WTT コンテンダーリオデジャネイロ決勝に進出した日本の新星、松島菊。決勝戦の相手は、スウェーデンのマティアス・ファルク。世界選手権のダブルスで優勝し、世界ランキングは最高で7位まで上り詰めている、現代ヨーロッパを代表する選手だ。このファルクを一言で表現するなら、現代卓球に突如として現れた変則型だ。現代卓球では、 フォアハンドにもバックハンドにも表面に凹凸がない裏ソフトラバーを張っている選手が多い。回転量もスピードも引いてているラバーだ。たまにバックハンドに硬い粒の形状である表ソフトラバーを張っているトップ選手なら見かけることがある。日本女子卓球界が誇る大魔王、伊藤美誠がまさにそのスタイルだ。フォアからはドライブやスマッシュだけではなく、 回転力を出せる裏ソフトラバーでの切れたサーブ。バックからは回転量よりも速さで勝負するミートを使う。このスタイルはプロアマを問わず卓球選手の中でもよく見られるスタイルの一つ。しかしファルクは違う。フォアハンドが表ソフトラバーでバックハンドが裏ソフトラバーなのだ。つまり伊藤とは逆となる。単純に逆だと決まっているのなら 対戦相手は簡単かもしれない。しかしファルクは時にラケットを反転しながら戦ってくる。反転とはくるくる回すということ。つまり、表ラバーだと思っていたフォアがいきなり裏ソフトラバーになっている時もあり、また、そう思った矢先にフォアが表ラバーに戻っていたりする。そのため、相手はどちらのラバーで攻撃してくるのかわからない。一つ、ファルクの中で、 決まりごとのようにしている部分があるとすればサーブだ。サーブの時はラケットをくるりと回して、フォア側で回転がかかる裏ソフトラバーを使う。裏ソフトラバーで切る分、すごく切れている。そしてサーブを出し終わった瞬間、またくるりとラケットを回す。今度はフォア側が表ソフトラバーに戻る。そのフォアから来る強打は、裏ソフトラバーのようなドライブ回転は少なく、 表ソフトラバー特有のフラットなミート打ちで叩きつけてくるボールとなり、受ける相手は上に持ち上がりにくい剛速球となる。それだけでも十分に戦いにくいスタイルが出来上がる。